300億円以上の赤字です実はこれ外国人観光客がクレジットカードを日本で使うことで日本のカード会社に発生する今年の赤字の予想額なんですなぜ訪日客が日本でカードを使うと日本の会社が赤字になるのかそして我々消費者にはどのような影響があるのか読み解きます ゲストは元日本銀行の決済機構局長でキャッシュレス決済に詳しいフューチャー経済金融研究所所長の山岡博美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします外国人観光客が日本でクレジットカードを使うとなぜ日本のカード会社が赤字になるのかまずその理由から確認していきます 外国人観光客が日本の商店や飲食店で自分の国で作ったクレジットカードを使って1万円を支払ったとします。クレジットカードの手数料は3%から1%台と取扱い高にもよるのですがここでは大きな規模の店舗として1.9%ということで考えてみますと1万円のうち190円がカード会社の収入となります。 しかし問題はこの先で、えー、カード会社、こちら山岡さん、見てみますといろいろなところに手数料を支払わなければならないとといいうことですねはい、あのまずこちら、えー、国内のシステムの運営費用に、まあ、大体10円と、それから海外のカード発行会社にこれインターチェンジフィーと言われましたけれどもこれは180円くらい。 それからビザやマスターカードといった国際ブランドに対して80円これは国際的な決済インフラの利用料と考えても良いと思いますこの結果、これを全部足し上げた数字と先ほどの190円を比べますと70円から80円の赤字になるという計算になるわけですね。うん、これだとあの、まあ、まさに外国人がカードを使えば使うほど日本のカード会社赤字が累積していくということで、はいはい、どうしてこういった状況になってしまったんでしょうか。はい これは日本の方が日本の国内でカードを使う場合と、えー、外国から来られた方がカードを使う場合とで手数料払う手数料がだいぶ変わってくるわけですね。うん、でこの結果、えー、外国の方があの使うカードを使う場合には、まあ、国際ブランドであるとかそれからインターチェンジフィーこれがかなり高いものになります。 ただ、日本のカード会社は加盟店の開拓のために、まあ、両者を合わせて考えて日本の方が使った場合にはそんなに手数料はかさまないだろうということで総合採算で、まあ、低めの手数料で加盟店を開拓してきたとそれが最近になって、まあ、予想以上に外国の方が使う頻度が増えているために全体として赤字が増えてきているとこういう形になるわけでございます。 そそもそも日本人が日本でクレジットカードを使う場合は今お話しされたようにそこまでこう、はい、手数料というのは多くなないいととううことなんでしょうか、はい、日本の場合はまずあのカード会社がカードの発行と加盟店の契約これ両方やっている場合が結構あります、これオンガス取引と言いますけれどもこの場合にはインターチェンジフィーは発生しません。 それからこの2つが分かれている場合であっても日本のクレジットカードのデフォルト率と海外のデフォルト率とはだいぶ違うんですね。ね<ー>ですから日本のインターチェンジフィーに比べて海外に対して支払うインターチェンジフィーは高めになります。うん、それから海外の方が使われる場合にはやはり v i ビザカードですとかマスターカードに対してブランド使用料これは国際的な決済インフラを使うことによって生じてくるものですがこれを払わなければいけない。 しかし国内の方があの国内で完結する取引をした場合には海外経由の決済というのが発生しないのでそのインフラの手数料はかからないということになるわけでこれらを足し合わせると国内と海外の場合でかなりの手数料を探しておるということになるわけです。うんここを 安くするこことといいううのははでできないんでしょうかあのこちらはです、ねあのえー、ビザとかマスターカードこのインターチェンジフィーの体系というのはこれは、えー、標準の手数料率を公開していますでほぼこの2つのブランドというのは非常に大きいということで、うん、事実上これと違う手数料率を使うことは難しいといいととうのが実態だと思います、うん、ここで訪日客の推移を確認していきましょう。 今年は日本を訪れる外国人は3000万人を超えるとみられこれまで一番多かったコロナ前2019年の3188万人を更新するとみられていますそして右側のグラフなんですけれども日本で使うお金も今年は過去最大の8兆円規模になるとみられています 山岡さん外国人が使うこの8兆円のうちクレジットカードを使用する割合というのはどのの程度なのでしょうか、はい、大半がクレジットカードになると思いますこれ統計によりますと2020年の段階でクレジットカードの全体の使用は大体75兆円くらい、うん、でこのうちの大体、当時で5%くらいが国際的な使用でした。で今この数字が100兆円に近づいていてくと しかもこの5%という技術も上がっていくということになりますと単純計算でも5兆円を超えてくるわけですねですから8兆円分の5兆円ということですとやはり過半がクレジットカードの使用になるだろうというふうに思います冒頭でお伝えした今年予想されている日本のカード会社の300億円の赤字というのは外国人が日本で使う8兆円のうち6割をクレジットカードで支払うと仮定した数字です。 その赤字をこむる大手カード会社に日本経済新聞がアンケートを実施したところ大手8社中7社から回答がありましたその回答があった7社すべてが赤字幅が拡大していると答えていますそして6社が損失分を訪日客ではなくお店など加盟店に負担してもらう二重両率を検討もしくは導入済みだということです そしてこの赤字の原因については7社すべてがビザやマスターカードなど国際ブランドへの支払い額が高止まりしているからと答えています。 山岡さんまずこのお店に負担を課す二重両立についてはどうお考えですか、はい、あのこれは理論的にはコストをなるべく反映したきめ細かい料金設定がいいということになるんですけれどもただお店にとってみれば、まあ、そうも言ってられないともともと日本のカード会社はそういう両立の違いが分かった上で加盟店開拓のために日本に合わせて低めの両立をオファーしてきたわけなのでお店にとってみればこれはきめ細かいというよりは あの値上げということになるわけですね。これはなかなか飲みがたいということでカード会社としては、まあ、外国人の方への消費の面で依存度が高いような例えばブランド品ですとか高級品そういったところを中心にそういったお願いをしていくという展開になるんではないかというふうに思います。 そして赤字の理由についてなんですがビザやマスターカードなど国際ブランドが原因だというふうにあのアンケートに答えているということですがここについてはどう受け止めていますか、はい、あのこれはですねあのデジタル赤字とやはり共通する問題あの、まあ、今、AI を使えばアメリカの半導体を買わなきゃいけないとか検索をするとアメリカのガーファにお金がという,、まあ、いう,うな話がありますけれどもやはりアメリカは1950年代からこういう国際決済の企業を育ててきた ということがあって今、これがキャッシュレスが進めば進むほどアメリカもそういう巨大な会社にお金が落ちやすいと、うん、そういう構造になってきているという,ふうに思いますですからまあそういうプラットフォームを最初から作ってきたということそれからもう1つは,やはりこの決済の分野ってネットワーク外部性というのが働きやすいたくさん使う人がいるほど個人個人の雇用も上がりやすい、うん、これによってマーケットに河川化が進みやすいという傾向があります。 こういう問題がやはり同時に起こってきているということではないかと思います。こういった状況は我々消費者に影響はないのでしょうか。そしてこの赤字を解決する策はないのでしょうか。読み解きます。